次の週は2時に。はい、お待たせいたしました。お待たせしました。綾之塚さんが天使の姿で戻ってきました。はい、天使ちゃんになっちゃいました。はい、天使もいい天使的样子回来了。はい、那我们接下来就开始天使的拍卖。では続けて天使シリーズのオークションを始めていきたいと思います。はい、天使シリーズだって。はい、首先呢我们将拍卖鞋子、最初靴の方をオークションしていきたいと思います。早速靴から。早速靴からですね。はい、お願いします。こんな感じになっております。はい、なります。キラキラクック。では3分間スタートです。はい、こちらの松川さんの天使シリーズの靴になります。お靴。あー、待って、助けて。引っかかっちゃいました。すごい、いろんなとこに引っかかっちゃう。こちら後で、オークションになるハンドバンドですね。ね、はい、撮影の時にはもっと上の方についてた。さあ、お靴はいかがでしょうか。いかがでしょうか。はい、また踏まれたい人が出てきた。踏まれたい人が。天使の天塚さんに踏まれたい人が、ね、あれ。天使の方に踏まれたい。天塚さん、普段天使のコスプレなどされますか。年に
1回か2回はします、はい、やはり天使は王道。そう、周年の時と10月4日が天使の日って言われてるので、はい、その日にライブしたりする時には来たりします。あ、そうなんですね。いや、着慣れたもんですよ。着慣れてる。着慣れたもんですよ。続々とコメントを読んでいきたいと思います。ぜひぜひお話しましょう。悪魔と天使どちらの方が好きですか？実は悪魔の方が実は悪魔の方がセクシーな方が好きですね、やっぱり。その強いセクシーな感じですか、うんうん、大人の女性な感じをね。やはり今は S にハマってる。そうそうそう、 S ブームが来てるので。そうなんですね。あ、このソファーの上でダンスしてほしいと。ダンスしてほしいと。ダンス、私ダンス1ミリもできない。できないですね。ごめんね。私立ったらこれもう何も見えなくなっちゃう。見えなくなっちゃいますよね。そうですよね。あんまり立てないんだ、ごめんね。こちらすごく面白いコメントが来てまして、何でしょう、何でしょう。天塚萌えさんなので、うん、天使の萌えをしてくださいとのこと。どういうこと？天使の萌え？萌えみたいなポーズですかね。萌え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 キュンキュンかな。またスクショ勢ですかね。ねえ、萌え萌えキュン。はい、ありがとうございます。天使のポーズって何なんだ、はい、何でしょうね。こういうこと。お祈りを捧げてる。こういうこと。おねだりしてるみたいになっちゃう。私がするとこちらの靴残り10秒になります。はい、靴10秒ですか。はい、お10秒すごい綺麗。はい、それでは時間です。パンパンパン、パン。お靴でした。お靴でした。はい、それでは当選者の5位4桁が AA3B さんになります。 AA3B さん、 A3B さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。はい、それでは次の商品に、はい、行きたいと思います。はい、次が、アームバンド。アームバンド、アームバンドになります。はい、先ほど引っかかってたアームバンドです ね。それではアームバンド、バンド3分間スタートです。さあ、この美しいアームバンド、アームバンド。いや、本当に綺麗ですよね。ね、男性だとこれ腕までいかないんですよね。あ、そうですね。私も結構ギリギリな感じ。 あ、ギリギリいく。あ、いきますね。いいですね。いくいく。え、男性だとどのぐらいなんですかね。はい、つけてみて手通るかな、手通るかな。まず、もう手も通らない。手通らないですね。ギリギリ手が手も通らない。あ、ギリ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 。あ、通りました。リストバンドみたいな形になりました。ね、ギリギリな感じ。すごいぎゅうぎゅうですね。ぎゅうぎゅうですね。男性もいけちゃうね。男性もつけれるアームバンドになっております。買ったアームバンド。はい、はい、コメント見てみます。うん、お、今日はあとどういった商品を売りますかとのことですね。今日はあとは何だろう。今日はこちらのティアラと翼、うんうん、メインどころじゃないですか。翼、翼ですよ ね。天使の翼、うん、あとは指輪とのことです。指輪、はい、見えるかな。指輪見えますかね。ね、指輪、あ、綺麗ですねとのことです。ありがとう。はい、でネックレスをあげたらもらってくださいますかとのことです。おう、
もちろんですよ。もちろんです。ネックレス、はい、この衣装に合うような、この衣装に合うような、男性からのね、やっぱりそういう贈り物は嬉しいですよね、はい、嬉しいですよね、うん、こちらの商品、うんうん、いくらにを希望しますかと思ってます。今のところ全然言われてる金額が分かってない。分かんない。いやもう、好きな希望額を、うん、全然分かんない。1万円。1万円、はい、1万円とのことです。では皆さん、1万円以下の2冊は、おやめください。平均がいくらなのかが全く分かってないんですけど。1万円以上の2冊でお願いします。いはい、ではカウントダウンいきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。ゼロはい、締め切りです。はい、キラキラ。はい、では最高入札者のは、語尾が35350のお客様です。3520、ありがとうございます。そしてちょうど1万円。本当に。ちょうど1万円だと。ありがとうございます。ありがとうございます。狙いましたね。すごい的確な。はい、では次の商品に参りたいと思います、うんうん、次はこちらのティアラになります。ティアラ、はい、天使のティアラです。天使のティアラとなっております。はい、天使の王冠。もうティアラつけることあんまりなくなっちゃったな。ないですよね。ね、ないですか、撮影とかでも。あんまり、なんかもう大人っぽい衣装とかがすごい多くなってきたので、こんなに可愛いティアラつけることもない。自分の誕生日とかでもちょっと恥ずかしくてつけない。そうなんですね。うん、照れちゃうティアラは。どうですかね。あ、では引き続き、うん、値段、値段、待って、そういうゲームになってきたの。そういうゲームをしてほしいとのことですね。え、私のさっきのは どうなの、高いの安いのどっちなの。そうなの。もっと上げていいとのことですね。でもティアラは確かに、はい、価値としてすごい可愛いので、はい、じゃあ3で。3万とのことです。はい、2冊は3万以上でお願いします。そういう場所。そういう場所、そういうのなんだ。ですね、ね、はい、うん、天使のティアラ、天使のティアラ、いかがでしょうか。いかがでしょうか。なんか、はい、こういうのなんだ。こういう形式、こういうことなのかな。ダイヤは好きですかとの。あ、好きですよ。やっぱりね、祝福のイメージがありますからね。そうですね。身につけてるだけでなんかこう、なんか運気が上がる感じがする。そうですね。ダイヤの石の力ね、うん、はいはい。女の子はみんなキラキラしたもの好き。ですね。うん、はい。このティアラの中に天使の祝福をしてほしいとのことです。あ、いいよいいよ。どうするかな。じゃあちょっと 大先輩の言葉をいただきまして、はい、ハピネス、ハピネス。ハピネスビーム。はい、祝福いただきました。はい、もうこれで100万力、100万力ですね、うん、最強。ではカウントダウンに行きたいと思います。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。
締め切りです。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、入札者が、語尾661Eのお客様です。661Eの方ありがとうございます。そして引き続きちょうど3万だったそうです。あれなんかもうオークションとはオークションとは言えないですね。オークションとはオークションではないですね。はーい、オークションとはありがとうございます。では次指輪ちょっと待って ね一応聞いといていい、はい、本当に平均額いくらなの。平均額いくらなんでしょう ね全然これこのまま私聞かれ続けるパターンなの。聞かれ続けるパターンみたいです ね、 ね、はい、怖くなってきたよ。ですよね、はい、うん、あ、祝、うん、平均的にも 100万円とのことです。ちょっと待って、ねえ全然40から100万円とのことです、ね、あれ大丈夫、大丈夫ですか ね大丈夫全然ダメじゃない。今どういう心境ですかとのコメントなんですが、どういう心境、踊らされてる。そうですよね、踊らされているぞ。40から100万が平均とのこと、うん、あ、そうなんですか。どうなさいますか。どうなさいますか。ごめんなさいって言うしかない。ごめんなさいって。では次の商品の方で当ててみますか、はい、じゃあ100万だよ。じゃあ100万だよ。100万いきますか。100万平均40から100万とのことなんで、うん、最初40万100万いきます。100万。はい、では100万100万です。ではこの指輪、はい、では入札は100万から100万以上でお願いします。私とあなたの愛の誓いですよ。愛の誓いですよ。はい、では3分間スタート、ね、うん、愛のこもった指輪ですからね。はい、うん、ハッピネス&ラブですよ。この幸運は、うん、あの継続しますかとのことですね。え、しますよ。一生涯保証です。生涯保証、はい、生涯保証ですね。生涯保証です。はい、安心して。あのこの指輪を買ったら結婚してくれますかとのことです。おー、したしてくれますか。逆に私こんなにもあのいろいろすっとぼけた女ですけどいいんですか。いや、天塚さんとは喜んでですよね、うん、ね、皆さん甘えもいっぱいしますよ。あら、さあ、それが可愛い言葉かどうか。可愛い甘えん坊かな。もしくは悪魔の、ね、悪魔一面かもしれないですね。ね、はい、どうですか。指輪です。この指輪通販番組みたいになってる。今入札どうなってるんでしょう ね気になりますね。キラキラキラってね、そこに指輪がキラキラキラってしてる。かわいい。あ、かわいいですね。うん、あちらがあの NFT の作品になるんですね、うん、あ、なるほどね、なるほどね。面白い。すべて写真ではなく、うん、動画のような動く写真ですね。嬉しい。し、一緒に幸せになろうね。やりましょうね。ね、一緒に幸せになろうね、この指輪で。あと前回入れてもらったサインとかも入ってみたいですね、すべ、うんうんうん、ての作品に。かわいいですね。あんな風になるんですね、データが。綺麗ですね。かわいがってください。はい、では残り1分になりました。はい、残り1分。残り1分。さあ皆さんどうなってるんでしょうか。あ、普段は、中国のファンとはよく触れ合いますかとの、うん、もうコロナ、はい、コロナになってから全然みんなに会えてない、はい、そうですよね。ねえ、 TRE とかはね、はい、出させてもらってたんですけど、はい、なくなっちゃったんで。あ、また会いたいね。あ、うん、また会いたいとのことです。ねえ、泣いてん、はい、以前は、オンラインオークションしたことはありますか、うん、とのことです。ないです。ないですか。初めて。初めての、うん、初めてのオンラインオークション。全然だから、あの平均とかが分かんない、はい、そうですよね、うん、
自分が趣味のもの買う時の感覚。そうですね。その上 NFT のオークションとなりますと、ね、NFT も世界で1個だけってやっぱりね、貴重すごいですから ね、ドキドキしちゃうよね、はい、それではカウントダウンに入りたいと思います、うん、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。はい、終了です。さあ、それでは私とあなた、ないのエリアは果たして果たしてどのようになっているのでしょうか。最高印刷者は9、語尾が9470のお客様です。9470さん、ありがとうございます。最終金額が800USDT とのことです。おー、わからん。わからないですね。わからん、ね、はい、100万に近いといいですね。おー、すごい。はい、いくらかな。はい、ありがとう、ありがとうございました。はい、では次が最後の、商品となります。はい、次がパチパチパチ、松川さんの天使のフルセットの NFT になります。はい、フルセット NFT です。はい、本日最後のオークションとなります。ぜひ参加してください。ぜひ参加してください。はい、では最後のフルセット3分間スタートです。スタート。フルセットですね。フルセット、あ、すごい、天使の羽がくるくるしてる。天使の羽がくるくるしてる、うん、あれ、もしかした羽も、申し訳ございません、うん、羽がありましたね。はい、すいません、羽が、さっきね話してたから ね、あれと思ってたんだ。あれですよね、羽がありました。ピロピロピロね、です。羽になりますね。羽だ羽だ、天使の羽ですからね、うん、さっきのアイテムの中で一番印象的なね、私といえばみたいなところがありますからね。天塚萌恵さんの天使のコスチュームの羽ですからね。羽、いや、もういっぱいつけてきました羽。いろんな羽つけて、ね、いろんな羽をつけてまいりました。はい、似合う羽似合う、いかがですか。あ、すごい、ちょうどこういう、こういう衣装のやつ、かぶり物みたいになって面白いですね。ねわーい、また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 。この中で羽つけたことある人どのぐらいいるんですかね。確かになかなかね、につけないですよ ね、人生で羽つけることあまりないですよね。ですね。みんな羽つけたことありますか。ありますか。あ、このコスチュームで一周回ってほしいと思って、ね、うん、いいよいいよ。じゃあ羽つけるね。お願いします。羽をつけましてですね、いきます、はい、お願いします。せいせい、ポタ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 、何も見えないでしょ。白ですもんね。白だから何にも見えない。いかがでしたでしょうか。フリースタイル、ん、天塚さんにフリースタイルをしてほしい。フリースタイルって何、ラップバトル。ラップのフリースタイル。ラップバトル。フリースタイルでこちらの商品を売ってほしいということですね。ないの、急に高くない難しい。天塚さんってラップできるんですか。すみません、でもコメントできないよ。いつからラップキャラになったの。フリースタイル見たことあるけど、できないですね、ごめんね、練習しといた方がいいかな。みんなそのフリースタイル女子が好きなの。でもフリースタイル口悪いですよね。そうですよね。そうですよね。バトルですもんね。あ、もう、あ、お時間になってしまったのですが、あのこちらの金額の方を当ててもらってもよろしいですか。はい、天使の羽、はい、さっきが700、80、800US ドル、え、じゃあ、はい、900 900 USDT で900 USDT
900USDT ですね。はい、うん、確認します。ドキ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 。それでは最高入札者がミクシン、ミクシンのアイリス、ミクシンにアイリス、ミクシンのアイリスさんになります。うん、中奖用户是ミクシンのアイリス。我们之后会联系您的、後から連絡、ご連絡、されるとのことです。うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは先ほど、はい、余って始めてしまった最後の、うん、天塚さんの天使コスチュームフルセットの NFT のオークションを始めていきたいと思います。はい、フルセットですね。はい、では3分間スタートです。もうこういう感じで撮影することあるからすごい、はい、着慣れた感が、着慣れた、うん、着やすい、部屋着みたいですね、はい、ルームウェアみたい、はい、まあ、NFT の作品になりますと先ほどの翼でしたり、うんね、ティアラ、うん、指輪もフル全部ついた状態での作品になりますね。髪の毛もすごいキラキラで、はい、世界にただ一つの作品です。ただ一つの作品です。ぜひぜひ見てほしいな。どうなってるのか私も気になるぐらい。はい、私も見てないからね、作品。そうですね、今、うん、見てみたいですね。ねえ、でももうその人だけのお楽しみにしてほしい気持ちもある。はいたった一つですからね。最後に、最後のこの作品を天塚さんに宣伝してほしいみたいです。お、この天使の服装のいいところですかね、うんうんうん、この天使の服装のいいところですか、はい、天使の服装の時にはあまりなかったんですけど、初めてこんなにも厚手の白タイツ履きました。こんなにもしっかりした白タイツを履きました、初めて。真っ白ですよね。ね、なかなか着ることない。ティアラもね、もうちょっと私も大人だから恥ずかしいわって言ってつけないことが多いので、はい、そう、でも珍しいラストティアラかもしれないですよ。こちらが、はい、商品とのことです。あ、こちらが完成品ですね。商品となっております。こちらです。完成品だって、はい、なんか真っ白真っ白ですね。真っ白、本当に真っ白。こちらも、写真ではなく動画の作品になってるみたいです ね、うんうん、ね、撮影風景が動画で、はい、撮ってあるんですもんね、はい、あ、この時でしたっけ、みんなとなんか会話しながらね、やったの、はい、懐かしい、思い出付きだね。思い出付きのNFT ですね。思い出付きの NFT だね、うん、残り1分になりました。お、残り1分、はい、早いですね。早いですね。本日最後のオークション、うんうんうん、入札できておりますか、皆さん。ねえ、皆さん楽しんでおりますか。じゃんじゃん行こう、じゃんじゃん行こう。こちらの商品はおいくらだと思われますか。難しいんだよな、それ。私今までの人生で一番難しい質問な気がする。じゃあまあまあまあ最後なので、はい、え、わかんない、わかんないよ。1200とか1200万ですか。え、違う違う、 1200USDT ですね、うん、はい、とか、はい、わかりました。 1200USDT ということで、うん、最初に聞いておきたかった、カンニングしておきたかったな。そうですね、ね、はい、それではラストカウントダウンいきたいと思います、うん、10秒前、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。はい、はい、それでは本日のオークションは以上となります。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ラストは、ラスト、先ほどの最高入札者が、語尾9470のお客様です。9470、はい、ありがとうございます。そして最終
決済額が1300USDT となっております。大体当たってる大体当たってましたね大体当たってる、ってやったー、ありがとうございます。はい、終わる前に2つだけコメントよろしいですか、うん、もちろんです、次回天塚さんどういった NFT を発行したいですかとの話です。今ってどんなのが出てるんですか。たくさんもう出てきてるじゃないですか。そうですね、逆に私は NFT が好きな皆さんにどんなのが見たいのかを、はい、聞きたい。おー、そうですよね、うん、ちょっと私まだ初心者なので NFT、はい、ぜひともファンの皆さんにどういった NFT を欲しいか聞いてみたいですよね、うん、どんなのが見たいですか、はい、気になる。はい、ぜひともトーカーやベーカリースワップの方に天塚さん、うんにして作ってほしい NFT をコメントしてください、うん、してください。では最後に中国語で、うん、少し話してほしいとのことなんですが、うんうんうん、どうですか、時止まった、どうしましょう、またみんなに会えるの楽しみにしてますか、なんていうの、知りたい、下次和大家见面。合ってるかな？期待下次和大家。和大家。见面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 。合ってる。谢谢。谢谢。合ってる。はい、何言ってるか分かった。はい、では以上をもちまして今回の、うん。特別な天塚萌さんの、オンライン NFT オークションを終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。また那今天我们的拍卖就到此为止，谢谢大家参与，之后呢我们还会有，发行更多的天使萌的 NFT， 详情请关注官网的消息，谢谢大家。はい、これそれでは本日のイベント終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。今月また新しい NFT が発売されますので、はい、どんな内容かドキドキワクワク楽しみに待っていてください、はい、天塚萌でした、ありがとうございました、またねー。